王は本日ハロウィンナイトスペシャル、よい子のみんなもコスプレかぼちゃのお化けに変身してお菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。どんなお化けからおやつをもらうかな。ハロウィンナイトスペシャル、すみっこ暮らしに再会、いろんな曲をお届けいたします。かぼちゃのお化けいたずらしちゃうぞ。昔からことわざにいろんな格言ことわざがあります。一期一会に猪突猛進、起死回生、なせばなる、なさればならぬ。誰でも一芸に優れている、自信を持つ、多彩な音楽用の速度記号や音楽の知識というのは徐々に勉強して身につきます。 100% 1から100まで全てこなすのは誰でも本当は難しいのです。子どもたちも音楽が苦になっては先生も楽しくありません。音楽は先生の真似をして歌う、弾く、このソルフェージュをしっかり身につけることで聞く能力というのが自然に備わります。先生の真似をしてどんどん歌う。
先生の真似をして歌う、弾く、これでバッチリ絶対音感も備わります。特に注意してほしいのが手首の柔らかさ。手首や肩に力が入っていては綺麗な音色も出すことが難しくなります。とにかくリラックスです。リラックスに深呼吸、深呼吸をしてちゃんとイメージトレーニングをしてピアノに向かう。本来はちゃんと手も洗ってピアノに向かう。ウェットティッシュもちゃんと用意しております。ちゃんと手を洗ってイメージトレーニングです。できるわ、もっともっとできるわ、できるわ。そうそう、その調子、あなた上手になってきたわよ。そうそう、その調子でいいのよ、という言葉がけです。平音記号が難しい、平音記号の位置がなかなか理解できない、読譜力が身につかないからピアノは難しいなと思ってしまうんです。ゆっくり先生と一緒に平音記号のドはどこかな、先生の弾いた音を当てて、この音は何かな、先生の弾いた音を当てっこする。これも楽しいレッスンのアイデアだと思います。まねっこ、当てっこ、ちゃんと小学校の女の子も先生に後ろ向いとってな。はーい、いくでー。姿勢でちゃんと拍の長さからシンコペーションの取り方、平音記号の位置や拍の長さまできっちりサポートしております。特に練習曲が難しい時はどんどん先生と楽しく音当てクイズ、まねっこをしましょうね。それではまたね。毎日絶好調ドレミファ音符姫、本日の芸名は
末期だわ。毎日芸名考えるのとっても大変。ある日は広瀬すず、ある日松島奈々子、ある日リングの貞子、本日アド末期がお送りいたしましたと。